通信教育にしようと思われた何か決め手はどんなとこだったんですか？まず4歳の子供がいるので、はい、通学はまず無理だなと思ったところと、うんうん、あと独学をその時に考えたんですけれども、はいはい、実際に本屋さんに行ったら、まあ、テキストも分厚いですし、うん、どこが重要なのかすら分からず、はい、でさらに通貫誌試験って法改正が結構あるって聞いていたので、はいはい、それは独学だと自分の中では拾いきれないなと感じたので、うんうんうん、でそういったところを考えると通信講座かなと思って通信講座を選びました。今度は通信講座もいろんな会社さんで提供されてますけど、 その中でフォーサイトにした決め手っていうのはどんなところだったんですか？カラフルなテキストですね、うんうんうん、他の会社さんも何社かを取り寄せたんですけれども、はい、やっぱり白黒のページが多かったり、うんうんうん、あとは1ページにも情報量が多すぎるとページをめくっていくごとに、はい、なんか勉強した気がするというか、うん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 、そういった部分を感じたかったので、うんうんうん、そうすると1ページの情報量がまあ適量でかつカラーであるっていう部分でフォーサイトさんに決めました、はい、あ、そうですか、はい、当社のフォーサイトの教材の中でこれは良かったなって思えるものってありましたか？やっぱり講義ですね。ここは試験によく出るのできちんと理解してくださいよっていう部分ですとか、うんうん、あとはここを何時間も勉強しても試験上あんまり得策ではありませんっていうのにきっちりメリハリつけてくださってたので、 あ、はい、あ、じゃあよくわからないけど試験に出ないんだったらそんなに何時間もかける必要ないのかなって思ったり、講義受けた後にもう一度自分でテキストを読んでもっときちんと理解しようっていうふうに思えたので、はい、そこはすごくありがたかったです。うんうん、テキストを初めて見た時に薄すぎるって思ったんですよ、はい、これで本当に合格できるのかな、不安に思ったというか、うん、そういった点はあったんですけど、うんうん、はい、途中からはやっぱりテキストに立ち戻って、基本が抑えられていれば応用で問題は解けるんだって途中から気づいて、うん、はいはいはい、はい、すごく良かったですね。悪くはなかったですね。あフォーサイトの良かった点や悪かった点や今後に期待した点とか何かありますか？通信講座ということで、まあ、本当に独学と通学の間だったかと思うんですが、うん、で独学だと孤独感がかなりあったと思うんですけれども、はい、フォーサイトさんだとすぐに質問箱で質問することができたので、うんうん、はい、分からないことがあれば先生にいつでも聞けるっていうふうな安心感が得られたのと、はいはい、あとはその道場破りにいつもアプリで見た際に何人が勉強中で出てくるんですけども、はいはい、それがいつもかなりな人数だと何百人もいたのであ、自分だけじゃない、もっと勉強しなきゃっていう風に焦ることができたのがすごくありがたかったです。その平日は大体何時間ぐらい勉強ってされてましたか？平日は大体毎日2時間とか2時間半ぐらいでしたね。やっぱり子供が小さいので、はいはい、夜は全く勉強ができなかったんですね、うんうん、ただその分子供と一緒に9時半とか10時ぐらいに寝てしまって、はい、朝3時半とか4時ぐらいには起きて、うんうん、で6時ぐらいまではひたすら勉強するっていう風に時間を捻出してました、うんうん、ああ、そうですか、はい、あと合格までで一番これ苦しかったなっていうのは、その勉強でもいいでしょう、お仕事でも私生活も全部ひっくるめてこれ大変だったなって、それがもしあればそれの乗り越えた方法みたいなとこも合わせて教えてもらえますか？私は数字がすごく嫌いなでまさか通貫質問の方で、うんうん、はい、申告書問題だったり延滞税の計算とかが出てくると思っていなかったので、はいはい、出てきた時にまず衝撃を受けまして、うん、はいはい、初めのうちはテキスト問題を解いて、うん、その後回答を見てもなんでその式で解いてるのか全く理解できなくて苦しんだんですけれども、うん、でもだんだん電卓の使い方が上手くなってきたりとか、あとはもう解き方を公式で覚えていくうちに、重量暗分の時はこうやって解いてたはずみたいな形で覚えていって応用して解いていくことができたので、こんな形で乗り越えていきました。そうですか、まあ、もう最初は面食らったけども、じゃあ何度もそれをプロセスを経てっていう ね、心折れちゃうっていうか、もうこれはもうダメなんじゃないかみたいな、はい、こうちょっと否定的な気持ちになった時っていうのはありませんでしたか？何度もありましたね。で今年はもうやっぱり受からないと思うから受けるのやめようっていうふうに思ったことも結構あったので、それでもあとさらに1年同じ勉強を続けるっていうのは辛いなっていうふうに思ったのと、そういったことを先生がコーヒーブレイクかなっておっしゃってたので、それがすごく胸にぐさっときました。もう諦めないでとにかく勉強してみようと思いました。なるほど。
じゃああとですね、これから合格目指す人へのメッセージということでお願いできますか。はい、どんな方でも本当に受かるのかなっていうふうに挫折してしまいそうになることはあるかと思うんですけれども、やっぱり諦めないでコツコツ少しでもいいから毎日勉強していくことが大事かと思いますので、皆さんも諦めずに頑張ってください。では今回どうもありがとうございました。ありがとうございました。